兵庫県は昨日、う、斉藤知事や幹部職員を誹謗中傷する文書を作成・配布したなどとして、元西張間県民局長の男性職員を定職3ヶ月の処分にしたと発表しました。文書には、斉藤知事が企業から贈答品を受け取っている、パワハラをしているなどと記されていましたが、合理的な根拠はなく、誹謗中傷であると認定されました。